ダンシング・フェアリー・ミーヤとは、ミーヤプロジェクトが制作し、2007年3月14日より、宮崎県にて活動している、ローカルヒーローの名前。または、彼女が登場する作品のタイトルである。宮崎を元気に、というテーマから生み出された花の妖精、ミーヤと、サキらラ、妖精交通社のガイド、のさんが、宮崎各地の幼稚園や遊園地、祭礼やイベント会場に訪れ、 子供たちと触れ合う。なお、彼らキャラクターは着ぐるみの草園によって表現されており、イベントではキャラクターショーやゲーム大会等を繰り広げる。テーマソングは影山博信が制作し、歌唱している。世界観をわかりやすくするために、格闘場キャラクターにはテーマソングとダンスが存在し、ショーの中で鑑賞することができる。キャラクターデザインや設定は、 過去の魔法少女作品をイメージして制作されていると思われる。スーパー戦隊シリーズ等の特撮ヒーロー作品に出自を求めないローカルヒーローとしてはかなりイケウな作品である。また、本作より後に作られた同じ立場の天孫降臨ヒームカイザーとは姉妹半圏で宮崎県の神話伝説をモチーフにしたバトルもので善悪の概念を有する。 オードソックスな特撮をモチーフにしている。それを立ち上げた後に、株式会社ミーアプロジェクトは、株式会社グーニーズに社名を変えている。クロスオーバーも当たり前であり、本作のテレビデビュー作品のヒムカの国は、パラダイスヒムパラ、とは、ヒムカイザーから派生したスピンオフ特撮としての位置づけであり、その作品がヒムカイザーの特撮ドラマ本編と連動している。 2018年いっぱいをもって、ヒムカイザーに関わる事業が終了する予定だったが、地元の子供たちや、ローカルヒーローファンからの声援もあり、株式会社インパクトワークスというグーニーズと同じ、場所にヒムカイザーのみの事業を継承したため、本作は自然消滅した模様。花と緑のあふれる、妖精界にある木、宮崎がある日を境に元気をなくし、 レインボースターの花を咲かせなくなってしまった。レインボースターの花は妖精界に太陽の光を与えるかけがえのない花で、このままでは妖精界から光が失われてしまう。そして同じ頃、妖精界のあちこちで宮崎と同じように元気をなくす妖精や生き物たちが現れる。妖精たちは宮崎にレインボースターの花を咲かせてもらうように頼むが彼から帰ってきたのは よだきーの一言であった。歌と踊りが大好きな花の妖精、ミーアとサキイラは、花占いのムジーナのお告げによって、異変の原因を知る。宮崎たちを救うためには、人間の優しい心の象徴である、ジュエルハートを集めなくてはいけないという。そして、宮崎に最も元気を出させるのは、宮崎県人のジュエルハートであると分かった。妖精界を救うために、ミーアとサキイラは、 宮崎へと旅立つ。フラーフェスタ2009での新曲2014年5月3日に、ヒムカイザーミーア主題歌全集のタイトルで、ダンシング・フェアリー・ミーア主題歌、CD、天孫降臨ヒムカイザー主題歌 CD の2枚、グミセットで発売された。収録曲は以下の通り、ダンシング・フェアリーが、人々の優しい心の源である、ジュエルハートを集めるための合言葉、 フラゲッチュの言葉とともに、決めポーズを取る。動作パターンは、フラゲッで両手を口元に持って行き、チュで丸めた両手を前に開くというもの。ミーヤたちとの記念撮影の際には、このポーズで撮影してもらうのがお約束となっている。ありがとうございます。